緒一緒ということで、はい、じゃあ去年もすごい盛り上がりましたこの曲パタリロクックラビーワンダさあ日本の方も頑張ろうクックラビー続けていきましょう。Bye.
して僕が大好きな曲、大好きな曲、おじゃまじょがここで来ます。おじゃまじょが来ます。はい、おじゃまじょも振り付けさせていただいたんですけども、とても簡単です。簡単ですね。ちょっとやっていきましょう。簡単なんで、1、2、3、2、2、3、右、左、右、ドヤ顔。これ好きなんですね、僕ね。なんかで、グルグルパンチ、右、グルグルパンチ、左、右回り。はい、これで終わりです。これだけで、なんとおじゃまじょが最後まで楽しんでます。よし、行きましょう。行くよ、おじゃまじょカーニバル。
スト2曲、ラスト2曲です。ラスト2曲です。はい、このラスト2曲は皆さんが絶対好きな曲入れてますから、絶対好きです。気合いだったら僕に言いに来てください。絶対好きです。さあ皆さん、夏のテーマ、盛り上がる曲テーマ、ダンシングヒーロー。繰り返していきます。はい、4、2、3、4、8回で回ります。5、6、7、8、これも8回、皆さんと掛け声も合ってきたので、さあ今度も踊りと掛け声、ダンシングヒーロー一緒に合わせてやっていきましょう。はい、ラスト2曲なので皆さん力を振り絞って神田明神盆踊り、夏の最高の思い出作りましょう。
スタッシングヒーローでした。ありがとうございます。さあ最後の1曲は神田明神音頭なんですけども、ここでゲストの登場でございます。はい、この神田明神音頭を歌われている声優の今日は小堺さんに歌ってもらおうと来ていただいてます。はい、じゃあ小堺さん、ひと言お願いいたします。皆さん、もう見て分かってはいるんですけれども、盛り上がってました。すごい熱気。もう私もなんか夏大好きで、こういうふうに近所とかでお祭りがやってたら絶対に行くし、もう出店も大好きで、さっきもね、牛串だったりとか、もういろいろ買って食べまくって今ここに立っているんですが、ただいまご紹介に預かりました、こちらの神田明神音頭を歌わせていただいております。普段はアニメやゲームの声優をしております、小堺ゆりえと言います。本日はよろしくお願いします。ありがとう。今までと違う声援が飛びました。はい、違う声援が飛んでます。嬉しい。いいですか。はい、もちろんです。じゃあこの神田明神音頭、小堺さんの歌に合わせて皆さん踊っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、でこの踊りは自分たちも一生懸命楽しんで踊るんですけども、神田明神さんにこの私たちの踊りを届けようという思いでいきましょう。はい、それではじゃあ曲のコールをお願いいたします。それでは小堺ゆりえ、神田明神さんで聴いてください。そして踊ってください。神田明神音頭。
回ね神田明神あるんですけども、はい、どうします？2回目は歌います？踊ります？どっちにしよう。どっちも。じゃあどっちもで。どっちも。頑張ります。じゃあ小堺さんの生歌と生踊りで、はい、はい、神田明神音頭前半ラストでございます。はい、皆さん後悔しないように踊りましょう。はい、泣いても笑っても前半ラストです。はい、ね、2部まだ1時間半ありますけど、とりあえず今のこのメンバーでの最後はこの曲1曲で終わりますので、神田明神音頭最高のテンションでいきましょう。じゃあ小堺さん曲振りを。はい、では本当に前半ラストのラスト盛り上がっていきましょう。神田明神音頭。Come on.
ました。さあ対抗は中学の民謡連盟の皆様でした。ありがとうございます。そしてガイドの踊りは東京大学盆踊りサークルの方さん。そして歌は声優の小坂ゆりえさん。ありがとうございます。ありがとうございました。私ウコンです。ありがとうございました。さあ前半は終了なんですけども、なんと2部、2部は7時半から、その7時ぐらいからまたイベント、あのスクリーン使ってありますから、7時ぐらいにまた集まっていただいて、そして2部は AKB のメンバーの皆さんも来られますので、またもう1回1時間半の盆踊り楽しんでください。ありがとうございます。